例えばマスクが電気自動車を開発する際バッテリーが非常に高価であるためどれが売れるかどれが高いからコストがかからないかと質問したそうです彼は電池が 化学元素の組み合わせであることを理解していたので科学者や科学者に電池の中のさまざまな元素の組み合わせを取り出し自分で実験しましただからこれは私が 「確信に立ち返ってり」